はい、皆さん、こんにちは。iPad やパソコンの先生の仕事をしている達成です。今回この動画ではですね、iPhone や iPad のホーム画面に表示して使えるですね、ウィジェットっていう機能があるんですけど、そのウィジェットの機能の基本的な使い方と、そのウィジェットの中でもですね、最初から iPhone や iPad に入ってて、これは便利だなというものをですね、紹介していきたいと思います。それでは早速ですが、その内容に入っていきたいと思います。はい、それではですね、今回この iPad を使って、iPhone や iPad で使えるウィジェットを の基本的な使いいいい方ととかを紹介していきたいと思いますでそもそもウィジェットって何っていう話なんですけどウィジェットっていうのがですねそのアプリの一部の機能ですねこの iPhone だったりとか iPad のホーム画面のところにですねショートカット的に表示しておける機能となります、まあ、ざっくり言うとっていう感じですね で例えばですけど、この天気予報のアプリのウィジェットはこんな感じで1週間の天気を表示したりとかできますしカレンダーだったらその予定をこうホーム画面にアプリを開くことなく表示しておけるというような感じですちょっと順番が前後するんですけどまずウィジェット出てるものを消す場合にはですねどうやるかっていう話をしますとそのアプリとかをですね削除する方法と一緒でそのウィジェットを長押ししますで長押しするとですねこのような形で ウィジェットを編集、ホーム画面を編集、ウィジェットを削除なんていうのが出るので、そこでウィジェットを削除っていうのを押します。でウィジェットを消しても、アップやデータは削除されませんって出ますけども、消したい場合にはここで削除と押してしまいますと。すると、このような形でウィジェットを消すことができました。で、ウィジェットを追加する場合にはですね、この iPad であれば iPad の画面のアプリの何も置いてないところですね、そこを長押ししまして、すると、このような形で、 ウィジェットとかアプリのの方がぐらぐら震えますのでそしたらこの画面左上ですねにプラスマークがありますのでそこをタップしますでプラスマークをタップするとですねこのような形でウィジェットの一覧が表示されますとでこの中から追加したいウィジェットを探して追加していくということをやっていきますというところですで例えば週間天気のウィジェットを出したいなんていう時はこの一番左が スライドして上下に動かせるようになってるんですけど下にスライドしていくとそこに天気っていうのがあるのでそこの。 天気をタップすると最初こんな感じでですね一番小さい天気のウィジェットが表示されますでさっき自分が出してた横長の1週間の天気ウィジェットってやつがですねこれ実は隣の方に隠れてまして横にこうスライドさせてやる感じですねするとこんな感じで週間天気が出てきますでもっと大きいのになるとこんな感じで天気の予定を表示するなんていうこともできます で今回これを追加したいので、この状態で、ウィジェットを追加というのを選択していきます。すると、このような形で追加されて、この右上に完了っていうのがあるので、完了をタップします。それでですね、ウィジェットの中でおすすめのウィジェットとして、バッテリーのウィジェットがあります。そのバッテリーのウィジェットがどこにあるかっていう話なんですけど、このスクロールしてった中にバッテリーっていうのがありまして、そこをタップします。 で、バッテリーのウィジェットの中の、この一つ目だと iPad 単体のバッテリー状況しか出ないんですけど、この一個ずらしたやつ、個人的にはこれがおすすめでウィジェットを追加。こんな感じで追加しまして、こ最大ですね、iPad 含めて、その他 Bluetooth を使った機器。 3台分ぐらい電池の状況を表示できるといった便利機能となってます例えばですけどこういったですね Apple Pencil とかってこれ単体だと残りのバッテリー容量が分かんないんですけどこのバッテリー表示のウィジェットを出しておくとこんな感じで今動かしたことで出てきたんですけどこれ38%ですよ iPadApple Pencil は100%充電されてますよみたいな形で表示がされます他にもですね面白いウィジェットがありましてそれがメモ帳のウィジェットになります でそのメモ帳のウィジェットをどう出すかっていう話で,でまた同じようにウィジェットを追加するためにこう手順を踏んでいってメモ帳でこの後にですね まあ手書きのメモのリストというか、を表示することもできるんですけど、個人的に面白いなと思うのが、クイックメモってやつですね。クイックメモ、最新のクイックメモに素早くアクセスできますってあるんですけど、これをウィジェットを追加してやると、こんな感じで、手書きのメモをホーム画面に表示できる機能となってくれるというところです。で、これがですね、クイックメモっていうものに書かれたデータになりまして、これ今クイックメモですね。一旦削除して、もう一回書き直してみますか。 で、消すと、まあ、こんな感じで消えるんですけど、クイックメモっていう機能がですね、iPad の場合ですね、画面右下のあたりからこう、シュッと指をスライドしてやるとメモ帳が出てきまして、ここでこうペンを選んでですね、で、完了と。で、一回、ま、開いて閉じるみたいなことやると、こんな感じで今さっき、ここで書いたメモが、ここの、 iPad のホーム画面にメモ書きされるとというところですねなのでまあその人によって使い方がいろいろあるかなと思うのでそのなんかいい使い方とか思いついたという方はですねコメント欄とかで教えていただけると幸いです。